こんにちは。今日お誕生日の人おめでとう。昨日はね、エルバ初体験したの。ね、ご存知の方もいるけど、生配信を外配信で初めてやってみたの。でもね、いつものお蕎麦屋さんでね、皆さんのコメントに返事をすることもできずにね、ただ黙々と食べてるばっかりのね、本当につまんないね、配信だったけど、でもみんな優しいコメントをね、たくさんくださったの。エルバ喉に詰めないでとか、エルバゆっくり食べてとか、エルバ無理しないで、本当にみんな優しいコメントありがとう。エルバね、70歳にもなってね、エルバの本当孫やひ孫って言ってもおかしくないくらいの若い子たちにね、優しくされてね、ほんまに幸せやで。いつもありがとうね。エルバまだまだ頑張るから、みんなエルバ見守ってくれるね。また配信するときは来てね。昨日はバスに乗り間違えたおかげで、綺麗な緑ちゃんにたくさん会えたの。幸せでした。